シンプルに言うと、実際に店頭でお客様がこう買ってくださってる場面とか、結果を出す経験ですね。年数じゃないんですよ。どうもしゅんです。こんにちは。ニュースピックスの鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、セールスホースさんにお邪魔させていただいてるんですけども、お仕事研究シリーズ、マーケティング職の中でも CMO と言われるマーケの中で、まあ、一番偉い人ですねに取材をさせていただきます。セールスフォース .com の鈴木翔子と申します。ただいまご紹介に預かりました、はい、CMO チーフマーケティングオフィサーをしております。鈴木さんが思うマーケとはっていうのを、ちょっと一言で最初にお伺いしてもいいですか。マーケティングっていうのはシンプルに言うと、そのものとかサービスを買いたい人の心を動かして、はい、売り上げを作って、うん、そのブランドのファンを作って、会社の売り上げと利益を伸ばす人です、うん、商品を理解して売るためにもういろいろやる人ってことですね。売るためにいろいろやる人であり、売った後に買ったけどこの商品ちょっとっていうことが起こってはいけないので、継続してそのお客様がプロダクトとか、あとサービスをご購入いただくっていう仕掛けを作る人ですね。CMO って何するんですか。会社全体のビジョンとか経営計画っていうのがありますので、はい、それをマーケティングに紐解くとどういうことなのか、年間どういうことをするのか、それを細分化してチームに仕事をこう落としていって結果達成するように見る人、かつその年間だけではなくて3年後5年後何していくのかっていう中長期プランも考えながら短期的な結果も出していくという両方やる方ですね。じゃあ具体的にはその長期の計画であったりとか、あとはメンバーのマネジメントとかを、経営者としてマーケティングの部分を見るのが今鈴木さんの業務ってことですね。鈴木さんの1日のスケジュールをちょっとお聞きしたいなと思ってます。私早起きなので、だいたい朝5時に起きます。それでスラックとメールをチェックしまして、だいたい経営陣全員早起きなんですね。でこの時間には実はコミュニケーションが飛び交っておりまして、6時ぐらいまでに処理してからご飯食べて、まあ、ジム行くか散歩するかして、今リモートワークしてますので、今日は会社来てますけれども、朝8時からだいたい毎日30分おきぐらいで会議が入ってます。今日は月曜日ですので本社との会議がなかったので、はい、うんうん、ルーティンをこなしてます。8時と9時、この一番朝のこの時間に本社とのミーティングがあるっていうのが、やっぱグローバル企業だなっていうふうに思いました。ちなみになんですけど、鈴木さんはもともとマーケティングが好きだったんですか。結果的にマーケティング職でした。どういう経緯でなってたんですか。新卒で入ったのがシンクタンクだったんですね、はい、シンクタンクではいろんな業界の、ある時はマーケティングプロジェクト、ある時は財務のプロジェクト、ある時は人事のプロジェクトって、結構いろんなことをさせていただいたんです。そこの中で自分が一番興味があったのがマーケティングでしたの で、その後からはマーケティングになりました。これが面白いって思ったようなポイントとかってあったんですか。26歳ぐらいかな、で初めてプロジェクトリーダーになったプロジェクトだったんですけれども、お客様の売上計画からね、マーケティング計画から全部作るっていうプロジェクトだったんですよ。なんとなくマーケティングっていう言葉は知ってた、売上作るっていうのはなんとなく知っていたけれども、実際にゼロからねプランするっていうのを初めてしたんですけれども、そこが面白かったんですよね。最初から最後まで やってみるっていうのが、シンクタンクでクライアント企業のマーケティング支援というところに携わっていて、自分で実際にマーケティング、その事業会社に入ってやってみたいなというふうに思ったきっかけとかってあったんですか。企画書書いて終わりから、はい、実際にこう新商品のねプロトタイプを作って、はい、それが本当に売れるのかどうか商談をして、自分がこう企画したものがお店の棚に並んでっていうのと全然時間が違いますよね、うん、自分でやってみたいなと思って、はい、30歳ぐらいの時にね事業会社に入りました。鈴木さんが具体的にセールスフォースで CMO をやられている中で、あ、これはもう達成感あるなとか、やりがいすごい感じたなって思う瞬間とかっていつでしたか。これセールスフォースだけじゃないんですけれども、はい、マーケティングをやっててやりがい感じるのは、自分が携わったプロダクトとかサービスを実際に店頭でお客様がこう買ってくださってる場面とか、たまたまこう週末にね外でお茶とかしていると、
近所のテーブルに座ってる方が、セールスフォース導入してね、こんなに使えるんだよっていうのをお伺いするとよかったなと思いますね。リアルにお客さんの声とかためになったなっていうところを感じた時にやりがいを感じるっていうのですね。これまで の, そのマーケターとして働かれている中で、ここが一番辛かったなとか苦労したなと思うところがあったら、ちょっと教えていただきたいんですけど。お客様とか会社にご迷惑かけした時が一番辛いですよね、うん、新商品出しますと、何月何日に出しますと、商談も終わって営業も動かして、うん、終わったのに出荷できないとかね、うん、それはいろんな事情があったんですけれどもね、うん、パーツが足りなかったとかね、原材料が足りなくて製造が思うようにいかなかったりですとか、うん、これは販売できると思ってたくさん調達してしまったら在庫抱えてしまったとか、まあ、いろいろありますね。ご経歴を拝見させていただいたときに、セールスフォースって企業様向けにその売ってらっしゃる、まあ、B2B の企業だと思うんですけど、コカ・コーラだったりとかジョンソン&ジョンソンだったりとか B2C の企業でマーケターされてたと思うんですけど、その B2C のマーケティングと B2B のマーケティングって結構違うっていうふうに聞くんですけれども、具体的に、まあ、どういうところが共通していてどういうところが違うのかっていうのは結構知りたいなと思ってるんですけど、実はあんまり変わらないんですよね。いや、業務的には、うん、B2B の方がお客様が目の前にいるので反応が分かるので、うん、実はやりやすいところはあります。ね、どちらも一緒なのはお客様のインサイト、どんなプロダクトサービスを欲しがっているのかっていうところを理解して、それに基づいてプロダクトを何サービスを作って提供するっていうところは変わらないんですね。はい、心をつかむ活動ってそんなに変わらないです。データに基づいてね、このぐらいのコストがかかっていて、このぐらいの値付けだったら何個売れたらこのぐらいの売り上げになるっていう、その数字のところも実は一緒ですと、変わらないことの方が実は多いです。最近だとやっぱりデータがどん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 取れるようになってきて、マーケターって言ってもデータを読める力だったりとか、データを取ってくる力だったりとか、求められるスキルが変わってくるなっていうふうに思ってるんですけど、マーケターとして普遍的に必要なスキルと今特に必要なスキルって2つちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、もしあればお伺いしたいです。まず普遍的なスキルといいますか、コンペテンシーとしては好奇心、新しいことにこう興味を持って、どんなことだとお客様が興味を持ってらっしゃるんだろうとか、新しいテクノロジーなんだろうとか、そういうところをどんどん学んでいく好奇心がまず大事ですと、企画から実行まで最初から最後までやりきる力、それ大事です。営業ですとかカスタマーサクセスとかエンジニアとか、いろんな部署の方とお仕事しますので、いろんな人を巻き込んでやりきるチームワーク、それは大事ですね。あと、ね、数字結構大事でして、マーケティングは会社の中でも結構大きな予算をお預かりするんですね。で、予算をお預かりするっていうことは、会社にリターンをインベスメントちゃんと報告しないといけないので、いくら投資したらどのぐらいの売上とどのぐらいの収益するかっていうところは常に計算しながらね、やっていくことが大事ですね。じゃあ要素としては今お話しいただいた4つが必要というところで、その中でも今鈴木さんのように CMO になりたい方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、 CMO はどうやったらなれるんですか？まずいっぱい経験してくださいマーケティングの要素をですね、はい、CMO になられる方いろんなキャリアパスもちろんあると思うんですよ、はい、マーケティングのいろんなファンクションを経験されて上がってらっしゃる方もいらっしゃれば、あるいは社内のジョブローテーションとしてね、営業のトップやりました、次マーケティングですっていらっしゃる方 もちろんいらっしゃいます。いろんなパスがあると思いますので、マーケティングのいろんなファンクション、プロダクト担当しました、それからデジタルマーケティング担当しました、リサーチ担当しました、広告担当しましたって一通り回ったら CMO になるっていうケースが多い。じゃあ若くしてなるっていうのはなかなか経験が結構必要っていうところもあるんですか？結果を出す経験ですね。年数じゃないんですよ、結果を出す経験をどれだけやってきたか。ちなみにその先ほどの結果って具体的にどういうものとかってありますか？売上と収益、それからいろんな KPI、 例えばブランドの認知度だったりですとか、ブランドのファンが増えたとか、ロイヤリティ度が高まったとか、そういったところが結果として考えています。それにちゃんとコミットしきってちゃんと達成する力があるっていうことですよね。みんなで達成するっていうところですね。鈴木さんはなぜ結果を出し続けられたと思いますか？
結果出そうと思ってるからです割と私ずっと外資系におりましたので外資系は毎年毎年結果出さないといけない仕組みはあります。スキルとかハウトゥーじゃなくてもうやりきる力みたいなところがチームと一緒にねビジョンを作ってその年の計画これだけは絶対やるぞってゴールをいくつか決めて、まあ、それに向けて粛々と毎日努力する。新卒でその入っておられる学生の方にこういう学生の方にちょっと入ってほしいなとかこういう方がセールスフォースになってるなみたいなもしあればお伺いしたいんですけど。好奇心旺盛な方ですね。勉強することたくさんありますので何でもこう吸収してやろうっていうようなね向上心のある方にぜひお越しいただきたいなっていうところが一つ。チームワークを非常に大切にしている会社ですので自分一人でっていうよりもチームワーク型の方にぜひお越しいただきたいなと思います。最後にセールスフォースに入社したい学生もしくはなんかマーケターになりたい学生っていっぱいいると思うんですけれどもそういったあの就活生に向けて何かアドバイスをお願いします。マーケターになられたい方は一普通の生活者として生活してくださいと。それでアンテナを張り巡らせてプロダクトとかサービスの裏にある企画とか思いってどんなものかっていうところを考えながら生活していただくと力になっていくと思います。会社選びということであれば本当にいろんな方のお話をぜひ聞いていただいて自分はこれを信じたいんだっていう軸を作っていただければなと思います。そしたら迷うこともないと思いますので。ということで今回の鈴木さんからのお話で活躍するには訳があるなっていうところを改めて思ったのとマーケ職ってやっぱ魅力的だなと思ったのでこれを見た就活生の方もぜひ目指していただいて今日からできることをまずしていただけたらなと思います。ということで本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。あと下の概要欄にセールスフォースさんのホームページであったりとか採用情報も載ってあるのでよかったら覗いてみてください。